はい、えー、吉谷さん学校のことについてねいろいろとお知らせいただきました小学校中学校高校大学ということで大学に進学する人はまあでも根底には高卒よりも大卒の方が有利だってことが分かってるから稼ぐために大学に行くっていうのはそんなにおかしなあ考えではないと思うんですよね稼ぐために多くの人はあ大卒の方がいいだろうと思って期待して行ってると思うんですよ まあそこで専門的なものを学ぶかどうかってのはまた別の話なんですけども基本的には大卒ってだけで、えー、お金は稼ぎやすくなると私は思いますよね。うん、で今大学の就学率っていうのは50%ぐらいだったと思うんですけども2人に1人が進学されるんですよね。うん、で2人,にし 2, 人が2人に1人が進学されるんですけども小学校中学校高校大学と通じてですねその活動の全てが学校に行くということを中心とした あまあ、十数年の全てがですね実はお金稼ぎにものすごく関係があるってことに気づいていない人がたくさんいるというだけかなと思うんですよ、えー、例えばですねん小学校から大学まで特に小学校とか中学校に強いんですけどもクラスってのがありますよねクラスの中で必ず学級委員みたいなリーダー決めますよね大学に行くとゼミってのがありますそのゼミの中でもまあ幹事みたいなの決めますよねリーダーみたいなの要するにこれがですね 集団を組織化する訓練をしてるんですよで振り返ってみたら私はどんなところでもリーダーをやってました学級員とかもねそれから学,級学校離れたところでも、まあ、ちょっとねグレたやつらのリーダーとかやってたわけなんですよそうするとどこでも私はあの集団をねまとめてでそこのリーダーになっていくっていうことが当たり前になってたわけなんですよ誰かをまとめるみたいなねそのまとめるるる集団が一人でああ場合もあるし 十数人であることもあるしで大学になるとやっぱり30人とか40人ぐらいの軍団をまとめていたりとかねそれから部活に入ってもやっぱり、えー、部長とか悪くて副部長みたいな、ね、ことをやるわけなんですよ。うん、私はそういう形であらゆる学校なり組織なりっていうのに行くときにその中で自分が決定権を持つ自分が多くの人から注目される立場をいつもいつも意識して勝手に出たわけなんですよね。うんすごくそれがね 学校ってものがなかったらあ簡単にいかなかったかなと思うんで稼ぐために自分は常に、えー、先頭に立つみたいなねそんな訓練が自動的にできたのかなと思うんですよね。であとねその稼ぐ方法っていうのを社会に出て自分で学び取った時にあ今まで学校でやったことを使えるじゃんみたいなね稼ぐ方法と学校ってものがコネクトできるようになるんですよ。 だからこれが稼ぐ方法に気づくってことなんですよね。あずーっとやってきたことって全て稼ぎに使えるじゃんみたいな形ですよね。皆さんもこういうふうなことを経験したことがないですかね。高校とか中学の同級生からもう数年ぶり、場合によっては数十年ぶりに電話がかかってきて、最近どうしてるみたいな感じで、ちょっとお茶でもしようよって感じで会ったと。会ったらなんかビジネスの紹介をされたみたいなね。ありませんかで、これはだから、 えー、小中高大学って過ごしてきたあことがですね稼ぎに直結してるってことを思い出させるんですよ、うん、でえっ、ー、と学校の中でじゃあ歴史とかね、えー、だから科学とか理科とか、うん、場合によっては物理学とかやるやるわけなんですよねじゃあこれ稼ぎに直結してないかってむちゃくちゃ直結してると思うんですよこういったことで賢い人っていうのはお金を稼ぎやすいその情報をね手に入れてることなんですよ もっともっと簡単に言うとその学校ログっていうんですよ学校ログっていうのは何かっていうと昔何々小学校にいたんですっていう経験と実績がそのまんま同じ学校もしくはその学校を知ってる方にログとして刺さるんで興味持ってもらえるんですよねだから部活ログっていうのもあります部活では大した成績出さなくてもただ所属していたってだけでいやずっとね野球部にいたんだけどねって2、まあ、軍で補欠だったけどって言ってもえあそうなのいや俺も野球部なんだよねっていう形で すごく、ね、早く仲良くなることができるんですよだからこれが稼ぐ方法を手にしているのに気気づづけけててていいいるか気づけていないかななってことなんですよねであの稼ぐセンスっていうのはこういうことなんですよ今まで自分が経験してきたこと学習してきたことをどうやってね稼ぎに転嫁させるかってことをいつもいつもできる方これがね稼ぎのセンスがある方ですよね。 で、稼ぎのセンスのない方っていうのは、ものすごく大事な、例えば例のやつみたいな情報を持ってても、それをお金に変えることができない。要するにそれをね、紹介につなげられないってことなんですよ。うん、紹介すればするほど、多くの人を豊かにして、幸せにして、信頼関係ができて、しかも紹介料もおまけで入るみたいなね、形なんですけども、これがね、なかなか理解できてないんで、自分一人でこっそり儲けて、ああ、よかったになってしまってですね、メディアの開発とかしないと。 こんなな有利な案件まあ別に例のやつだけじゃなくてもいいんですけど自己アフィリエイトってものを人にお伝えしてもあのものすごくね信頼関係強まるのにで指導力も上がったりとか自分が組織をね作ることができるのにそこの価値に全く気づかずにやらないというね、うん、自分一人のう知識にしてしまうんですよだからね自分一人の知識にするんだったらあの何もね小中高大学行く必要ないですそんなねその集団に中に中入って 自分がその集団の組織のそのね、一一コマになるんだったら、一平一平卒になるんだったら全く意味がないです。自分がどう投領になるかってことを組織に入るたびに考えるんですよ。で、私がね、ネットビジネス塾入った時も、かなり最初から目立つような行動をしてきたはずなんですよ。だからそのスキームがそのまま私は小中高大学と利用してきて、常にそこで目立つ人間、そこでお、お久保お前やれよっていうふうに言われるようなね、仕向け方をしてきたわけなんですよ。だからみんながね、なんか集まって、 誰かあのリーダー決めてくださいって時に誰もが久保が手を挙げてくれないかなって期待されるように演じていくんですよね。そして「うんまあ、しょうがない僕やりましょうか」みたいな感じでやると誰も反対しないし、えー、自分が引っ張っていけると要するに他の参加者と違った情報に触れることができるんですよ。だから自分だけがいつも有利なところにねいることができるということなんですよね。の勉強ってのは 教育を受ける部分と学習する部分っていうのに分かれると思うんですよ。で、多くの方が教育を受けてるだけなんですよ。で、私はですね、いつも学習することに重きを置いてるんですよね。教わっていることの中から、教わっているんだけども、さらにもう一歩深くね、歴史の教科書をガーッと教わったら、ここテストに出るぞっていうことは、もうもちろんね、そういうことを意識するんですけども、え、この1800年代に、今、テストで出るぞって言った以外には、どんな事件があったのかなとかね。じゃあ あ、ヨーロッパではこんな歴史があるけども、アフリカではどうかな？っていう風うに自分でこう学習していくんですよね。そういうことが学校にいる大いなる。そのね価値だと思うんですよ。学校できっかけを与えてくれて、そのきっかけからどう？広げていって、自分の世界を作っていって、他の人と違った情報の受け取り方をしているかってことですよね。これが学習です。私の言う学習っていうのは自ら。じゃあ、教育を受けたところから、どこまで深くどこまで広くやっていけばいいのかな？っていう風に。 気づいていくことだと思うんですよねはい、そんな形で私は私はですね、学校ってのが侮れないと思います学校ってのはやっぱりね、ものすごくトレーニングの場ですし学校で人型の人物になることっていうのはビジネスの世界で人型の人物になることよりもものすごく簡単なんで学校ぐらいはね、マスターして学校でアフタフタしないようなねそんなあ青春を送ればよかったなと思いながらも私はまあ大学出るまでね、賃文幹部でしたね <laughs> 今頃分かったみたいな感じなんですけどねはい まあ使いい倒していくと今いるところを使い倒していくってところにもつながるんですけどね。うん、まあそんな形でございます。